日の体育祭楽しみだね。それな、今年も体育祭の時期が来たね。ほんとあっという間だったよね。あ、そういえば男女手錠競争楽しみだね。あ、今年の新種目ね、あれめちゃめちゃ面白いよね。そうそう、当日チーム発表とかドキドキしちゃうよね。わかる。ゆめ人気者だから男子たちがみんな一緒にやりたがってたよ。そんなことないよ。ついに僕が嫌いな体育祭の日が近づいてきて、もし僕みたいな陰キャが高嶺の花のゆめちゃんと手錠競争で同じチームになったりしたら、周りの目が。神様どうか僕に力を貸してくれ。田中くん、何かあった？不安そうだけど。別に何も。あ、ほんと？ならよかった。何かあったらいつでも相談してね。明日一緒に体育祭頑張ろうね。ありがとう。今日の体育祭、全力で盛り上げましょう。 OSOSOS。 はい。今年も大盛り上がりだね。そうだね。あ、てかもうすぐ男女手錠競争始まるじゃん。本当に？行かないと。行く行く行く。はい。はあ、ついに一番恐れてる種目が始まる。人気者のゆめちゃんと同じチームになりませんように。まもなくクラス対抗男女手錠競争が始まります。男女のチームは入場口に張り出していますので確認してください。ゆめ誰とペアかな。あ、あった。え、どこ？田中たくみ。田中くんか。よし、頑張るか。頑張るかって田中くんだよ。クラスの人気者のゆめがあんな隠居と一緒なんて、みんな嫉妬しちゃうよ。もう何言ってんの、そんなの嫉妬しないよ。大丈夫、頑張ろう。そんな、まさかゆめちゃんとペアになるなんて。僕ってなんでこんなにも運が悪いんだ。あ、田中くん、頑張ろうね。頑張れ。いついついて。頑張れ。いけるよ。よーい。とにかくこの競技が終わってくれれば何でもいい。走り切れ、僕。頑張ったね。あ、今手錠外すね。あれ、え？あれ、おかしいな。ああ、僕がやるよ。あれ、おかしい。あれ、取れない。あれ、あれ、なんでだろう。取れない。おかしいな。なんか手錠取れなくてさ。そんなわけないじゃん、かしみ。あれ、あ、痛い。あれ、おかしいな。で、本当に取れないじゃん。え、どうすんの。先生行ってくる。田中くん、行こう。うん。すいません。あら、どうしたの。あの手錠が取れなくなっちゃって。ん？どれどれ。ああ、これは。え？なんですか？鍵穴が壊れておる。まさか。じゃあどうすればいいんですか？鍵開け専門の人が来るまでそのままだ。そんな。マジか。そんなこと本当にあるんだね。ってことはしばらくずっとゆめちゃんとくっついて生活するってこと？早く鍵開け専門の人来るといいね。うん。あ、そうだ、今日は仕方ないから私の家来ていいよ。え？あ、大丈夫。今ね、パパとママ海外行っててお家一人だから安心して。そうなんだ。非常にまずいことになってしまった。
女の子との関わりほぼゼロの僕が初めて女の子の家に、しかもクラスで人気のゆめちゃんと一緒。あれあれあれどうしたの。あれあ、何も。じゃあ行こっか。あ、着いた。ここ、私の家。もう着いてしまった。お邪魔します。お邪魔します。あ、今日も疲れたね。そうだね。ゆめちゃんの家で二人きりでソファに座ってる。しかも手錠でつながれてるから距離が近い。近い？しょうがないじゃん。しばらくこのままなんだから我慢しないと。そうだね。あ、それよりさ、トイレ行きたいんだけど。今？うん。この状況でどうやって？ついてくるしかないでしょ。肝心なことを忘れてた。ずっとくっついてるってことは、トイレもお風呂も寝るときも一緒。まあいいから、ほら、早くついてきて。はい。絶対見ないでね。はい。あた、当たり前じゃん。じゃあ、待っててね。はい。すっきりした。田中くん、ありがとね。女の子経験ゼロの僕には刺激が強すぎる。じゃあ、今日は寝るか。さすがに一緒にお風呂に入るのは無理だよな。って何残念がってんだ僕。当たり前だろ、ゆめちゃんもちゃんと考えてくれてるんだ。よし、じゃあ布団行くよ。よし、これで OK。 じゃあ寝よっか。おやすみ。近い。女の子とベッドで二人。胸がドキドキする。このまま俺はゆめちゃんと一緒に。あ、うお、な、何？お風呂入るの忘れてた。お風呂？いや、今日こんなんだから入らないと思ってたんだけど。体育祭で疲れてて忘れてただけだよ。じゃあ今から一緒に。危ない、肌荒れするところだった。ほら、立って一緒にお風呂行くよ。あ、そうだ。何？絶対に見ないでね。どうやって一緒に入るんだよ。